おはようございます。どうも日曜ギャングです。どうも、今日はゲストにキャプテン C 君が来ております。今日はちょっと釣ってもらいましょうね。リベンジマッチでございます。今TG ベイトでネイチャーギャング TG ベイト、これね、グロー入ってる。あ、これじゃない方、ジャマイカから。自分はこれじゃない方、ジャマイカです。そうですね、ロストしたっていう情報も入ってますけどね。ロストしたね。まあしょうがないですけど、我々もですね、先週の坊主に引き続きリベンジしたいと思います。今日はちょっと雨上がって、ちょうど今曇りになって、ちょっと小雨が降ってるぐらいですけど、リベンジ次第ですね。ブリとかヒラメが釣れてる状態ですね。東回ってるんでね。ねえ。釣れそうな匂いがプンプンしますね。今日しかもうねりないから。もうまさかの大逆転。今日は釣れるでしょ。今日は釣れるでしょ。誰かしら釣ってもらわないと。ね、絵にならないんで。2週連続坊主だよね。ね、ちょっとやばいんで。YouTuber 大変ですよ。本当大変。毎週必ず何かしら釣らないと成り立たないですからね。本当大変。そうですよ、本当初の坊主会すいませんでした皆さん。ということで今週も我々はもう今から出勤。はい、ということで早速皆さん始まりました。さあどんなもんかちょっとまずは、今日は全然この間の濁りから今日は期待できるんじゃないですか。なんかさ、その辺とかほらなんかパチャパチャ、だからもうそんなあっちまで焦っていく必要もないのかな。ほらそこの深夜の目の前のところとかもバシャバシャイワシが、あ、イワシがどんどんこっちに来てますよ。おおめちゃめちゃいるな。おお、来た来た、逆襲、イワシの逆襲。おおやりますね。スタイルやばいな。なんか当たってきた。あ、少年当たってます。なんか俺も当たってきたの今そこでジグで。おーおー、なんか来た。なんだこれ、この城、これなんだこれ、カマスだ。まさかのスーパーちっちゃいのに引っかかっちゃったって感じなのかな。そのくらい多いってことかな。そういうことでしょう。おお、いきなりヒットきました。私もさあ、私にも何か当たりましたよ。やりました、坊主逃れましたよ。さあ何でしょう、何が来るんだろう。ああ、当たってます。スーパーミニハタ。やばいっすよこのスーパーミニハタ。どうですかこれ、スーパーミニハタ。こんなちっちゃいハタいるんですか。うい、わあ、ブリだブリ。全然でかい。うわあ、めっちゃ曲がってる。一気に潜ったね今。ねくらいな感じだったのに。本当だ。ああ、もうそれ確実にブリだね。うわあ、でかそう。酒残ってんだけど。これはでかいね。ごい音してる。それあるよね。でかいの釣った時それあるよね。ふと思い出しちゃうんだよね。ああ、でかいぞこれは。あ、やべ、俺のが引っかかっちゃったから。あ、でかいなこれ、相当でかいぞ。来ました。あれなんかすげえボケーっとしてたのが一気になんかそうだよね。そういう時目覚めさせられました。皆さんおはようございます。相当回ってますよこの方。これは釣り上げてほしい。でもだんだん弱ってきた。でかいぞこれ。これはでかい。もう確実にブリ。まだ全然。でも浅いからな。あ、でかいなこれ。すげえ回るもん。さっきどんどん。ぐるぐる回って。ああ疲れた。そうだな、これ勝手に回るからちょっとこっちで待ってよ。いや、かなりでかいな。さあ、やってくれました本日のゲスト。回っております。おきた。お、でかい。うわ、でかいぞ。うわ、出ましたー。やったー。うわーい。でかい。おい、よっしゃー、おめでとうございます。おい、いらっしゃい。見てください。やべえ。やばしい。やばい。かわいいね。おお、見事。やりました。おめでとうございます。いらっしゃいです。おめでとうございました。ゲストもう一発いきなり釣りましたね。でかいな。久しぶりにこういうの釣ったな。嬉しい。やりました。油断してたら来ました。やりました。これはぶっといね。ぶっとい、全然ぶっとい。やっと今目覚めました。おはようございます。はい、お疲れ様でした。はい、この二人がやってくれましたよ。おお、ちょっとどっちのも大きいのかな、これ。同じだね。同じだよね。同じだね。でも、まっすぐにしたら、そっちの方が若干でかいかもしれないですね。S字になってる。入りきらなかったから。あ、鱗落とした。いやー、うるさいなこの2人。いや、もう我々映んなくていいんだよ。素晴らしいですね。いや、僕ゲストしんちゃん、やっとやりましたね。ブリが上がってますよっていう情報と狙い通り。おめでとうございます。ジギングでね。おめでとうございます。そしてなんともう一匹、なんかこの下に。素敵な、全然ちっちゃくないし、美味しそう。いやー、いいね。それよりもっとでかいのバラしたんです。あ、そう、そのこれより大きいやつをバラした。残念でしたけど水面でやっちゃいました。いや、でも今日はもう活性がもうかなり、もう本当この間とはわけが違う感じでしたね。やっぱりあれね、濁り取れるとやっぱ釣れますね。釣れる人は俺もこのくらいの旗は釣ったんですけどね。あ、でもあとこのぐらいのイワシ釣ってなかった？いや、イワシじゃなくてあれカマス。カマス、カマス。ちっちゃいカマス。今日はもうジグサイズですね。はい、ということで今日はもう我々も釣りません。このような結果でなっております。素晴らしい。それではお疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。そして今日のゲスト、ありがとうございました。また遊んでください。